純奈院は平安京の右京市場二坊にあった純奈天皇の離宮五院。後に源氏長者が小学院と共に別当を務めた。別名、祭院建築された年代は不明であるが純奈天皇の住めら不当と時代の813年に実刑の佐賀天皇が当時南池院と呼ばれていたここに行行した。純奈天皇の即位後は離宮となり、 833年3月22日に、ここで、お犬正義親王への上位を宣言した。これに先立って、なお、淳奈院と改めた。淳奈上皇は退位後にはここに皇太后となった、政子内親王と暮らしていたが、7年後に崩御した。さらに、上和の変によって、上皇の維持、常貞親王が皇太子を廃されて、淳奈院に押し込められると、以後政子内親王。 常ねさだ新能はここで静かに仏道修行に専念した。八百七十四年の火災で一度は消失するが、再建後に、ま子内親王はここを、当時朝廷の仏教政策で正式な僧侶になることができなかった二のために、甘寺とした。ま子内親王の死後の八百八十二年一月四日、朝廷は常ねさだ新能の要望を受けて、ここに、供養別棟を設置して、 純イ院と佐賀上皇、團林皇后、純奈大皇の両母、そして佐賀上皇ゆかりの大閣寺と團林皇后、ゆかりの團林寺の管理を行わせることとした。これを命じられた供養を純イ院別当という。佐賀上皇は最初の源氏である佐賀源氏の祖であることから、次第に純イ院別当の職と源氏が結びつけられて考えられるようになっていった。年に、 村上源氏の源氏長者源正貞が、順奈院と小学院別当を兼務して、以後、順奈院別当、小学院別当は、源氏長者を兼ねる官例が生まれて、明治維新まで継承された。当初は、村上源氏でも、着流とされた小賀野や中院家から源氏長者が出され、稀に人がいないとの理由でその所流から出される例があった。しかし、 1383年に、聖は源氏の着頭を継いだと称する足利氏の室町幕府将軍義光が、源氏長者に任じられ、同時に、淳内院と小学院の別党を兼ねて、以後しばらく、室町幕府将軍が別党を務めた。室町幕府に、明王の政変が起きると、再び、村上源氏が、源氏長者と共に別党を継承するようになった。その一方、 実質的には、応仁の乱以後は戦乱による京都の混乱に伴って、純内インは廃絶していたと考えられており、純内イン別当は名目だけの肩書きであったとされている。やがて、戦国時代を収束させた徳川家康が征夷大将軍の宣言を受けた際に、源氏長者と純内イン、小学院別当を兼務すると、それ以後は両院の別当職が、 江戸幕府の歴代将軍に引き継がれることになった。一帯には明治に山陰村が設置されたが、昭和初期に京都州京区に編入され、山陰の名は町名や駅名として残る。山陰高山寺町にある日昭山高山寺の門前には順内院との石踏みが建てられている。1927年に順内院以が発掘され、多数の瓦や、 土器のかけらが発掘された。ありがとうございます。